忖度なしでサーフェスブック3の、真実をねこんな感じで取り外せて、いきなりタブレットモードになるんですよね。本当に普通に読めるんですね、雑誌感覚で。ちょっと悪いところも、紹介していきたいと思います。サーフェスブック3よりね、いいスコアが出てしまいました。どうもこんにちは、サーフェスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェス好きの僕がですね、サーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報などをアップしていってます。 LINE 公式チャンネルの方ではサーフェスのですね無料購入相談なんかもやっております。僕でよければですね、無料であなたに合うスペックをですねアドバイスいたしますので、よかったらお気軽にメッセージしてみてください。リンクの方は概要欄の方に書いております。そして本日のテーマはこちら、サーフェスブック3の実機レビュー、実際使ってみてどうだったっていうテーマでお送りしたいと思います。これね、サーフェスブック3、サーフェスシリーズの中でも、フラッグシップのねノート PC になるんですけども、結構ね気になっている人いらっしゃるんですよね。たまにねコメントでいただくんですよ。で、僕はですね2月3月ぐらいに購入しまして、まあ2ヶ月ぐらい使ってたんですけども、その後ねサーフェスラップトップ4が出てしまったので、ちょっとそっちを買ってサーフェスラップトップ4のレビューを多めになってしまったんですけども、こちらもね、実際僕が、仕事として使っていた PC ですので、それを、実際また利用者の声として、実機レビューをお伝えしたいと思います。本当にね忖度なしでサーフェスブック3の、真実をねお伝えしたいと思いますので、どうぞご視聴ください。それでは行きましょう、ゴー。はい、それではですね、僕の目線でサーフェスブック3の、実機レビューをしていきたいと思います。まずはねサーフェスブック3の良かったところを紹介していきたいと思います。一番最初はですね、GPU パワーですね。このサーフェスブック3はですね、サーフェスシリーズの中でも唯一外部 GPU が搭載されている PC なんですね。こんな感じでですね、タスクマネージャーを見ますとですね、通常はこのだいたいインテルの内蔵 GPU が一つある状態ではあるんですけども、このサーフェスブック3にはですねさらに追加の GPU が搭載されてまして、 NVIDIA の GeForce GTX1650 こちらがですね搭載されているんですね。なので動画エンコードとかですね、動画の書き出しとかそういったところでめちゃくちゃ早くなります。あとはまあ全体的にグラフィックスをね、使う処理とかでしたらこの GPU っていうのがかなり活かされてくるんですよね。はい、あとですね GPU のパワーが効いているのかどうかはちょっとわからないんですけど、僕はこんな風に Surface Dock 2をね使いまして、 Dell の 4K の27インチモニターに2枚出力、まあ、合計3画面構成でねこの風に出力してるんですけども、 Surface Pro 7を使っていた時よりも若干ねなんか余裕がある感じがしましたね。なんかやっぱ結構ね Surface Dock 2を使って K のね外部モニター2枚出力しているとまあまあね処理能力ね使うみたいで、 Pro 7の時はもたついたりしてたんですけど、結構 Book 3に関してはなんか余裕があった感じがします。これは良かったですね。はい、続いて良かったのはやっぱりなんといってもこれですね、4つのモードに変化するっていうところですね。サーフェスブック3のねこのギミックがすごいんですけど、まあここのボタンをね、押しますとこんな感じで取り外せて、いきなりタブレットモードになるんですよね。これがすごいギミックですよね、正直。でまあタブレットモードでまあ良かったなと思ったのが、サーフェスブック3をねタブレットモードにして良かったなと思ったのがこちらなんですよね。あの D マガジンっていう雑誌、この雑誌をね読んだ時に拡大縮小しなくても見える文字の大きさなんですよね。僕は結構ね情報収集として D マガジンの家電系の雑誌を読んだりしてるんですけども、こういったところがね本当に普通に読めるんですね、雑誌感覚で。このね 13.5 インチの液晶サイズによって、やっぱりね文字の大きさがそのまま読みやすいっていうのが僕にとってはめちゃくちゃ良かったですね。であとはですねタブレット化するとですねだいぶ薄くなりますので、まあ、こんな感じでワンノートをね立ち上げて、デジタルノートとして使うこともできます。まあ、サーフェスペンとね併用しまして、まあ、こんな感じでいい感じに書き込むことができますね。結構ねサーフェスペン書き心地いいんですよね。ちょっとね他の、レビューでですね
サーフェスペンの比較なんかはやっていきたいとは思ってます。はい、続いて良かったのは優れた液晶ですね。やっぱねフラッグシップっていうだけあって、サーフェスブック3ね解像度がとてつもなくて 3000×2000 ピクセルになってるんですね。で、その 200% スケーリングにしてしまえばですね、横が1500で縦が1000ピクセルの実質の液晶になるのでめちゃくちゃ高精細になるんですよね。例えばね、Yahoo のページなんか見ても文字一つ一つ取ってみてもやっぱりすごい美しいですし、まあ縦がねこんだけでかいので1ページで、このぐらいの表示ができます。まあ、さらにタッチパネルもね対応してますので、こういう風にピンチアウトで大きくしたりもできるんですよね。でキーボード使わずにマウス使わずにここだけで操作もできるので直感的にね操作することできますね。これはまあサーフェスシリーズとしてはおなじみなんですけども、意外とね他の PC ってここまでタッチパネルまでなかったりするんですよね。まあ、それだけコストがかかるからだと思うんですけども、あったらあったでこれは便利な機能だなと思います。続いて良かったのがこちら、キーボードの打鍵感ですね。ちょっとね僕キーボードのね打ち心地には結構こだわってまして、まずねサーフェスブック3ねこのキーボードの配置ね、これ美しいんですよね。結構海外にも出しているノート PC ですと結構奇想天外なね、キー配置になっていることが多かったりして、まあ、このエンターの横にページアップページダウンホームエンドキーとかがね並んでいたりとか、まあ、国産だったら国産の PC でもやたらエンターキーがでかかったりとか、なんかねちょっと美しくないなって僕は思うんですけど他のノート PC は。でもこのサーフェスはこのねちゃんと日本語用のこのキーボードで綺麗に配置しているんですね。人によってはねそんなんどうでもいいじゃんって思うところではあると思うんですけど、僕はこの美しきキー配置もねだいぶ好きなところなんですよね。でかつ打鍵感もね素晴らしいです。やっぱりねサーフェスブック3はこの筐体がしっかりしている上に、このソフトなキータッチなので打ち心地に関してはもうトップクラスの打ち心地なんじゃないかなと思ってますね。やっぱりこのエンターも気持ちいいっすよねといったところですね。で最後に良かったなと思ったのは、あとやっぱ質感ですね。やっぱりねフラッグシップっていうだけあっていい素材使ってるなっていう気はしてます。これマグネシウム合金という素材を使っているそうで、僕はちょっとよくわからないんですけど、まあ、確かに質感としてはとっても高級感あるなっていう感じがします。だから持っていて、所有欲をね満たしてくれるような PC とも言えますね。どうですかこの削り出しボディ、まあ、これはね結構 MacBook から来た流れかとは思うんですけど、まあマイクロソフトもね、ちゃんと高級感あるように作ってくれてるっていうところですね。はい、ここまではですねいいところを紹介していたんですけども、ここからは、ちょっと悪いところも、紹介していきたいと思います。僕ねちょっとサービスブック3をね使ってて、わーこれはちょっとやっぱ残念だなって思ったのがこちら熱対策なんですね。サービスブック3ね使い続けているとこっちがねやっぱ熱くなってきてしまって、で熱くなってきたことによって、CPU のクロック周波数が、下がってパフォーマンスが下がる、サーマルスロットリングっていうのがね発生してしまうことが結構あったんですよね。やっぱこれ Core i7、 インテル Core i7 なので、ファンがねついているはずなので、まあ、ファンがちゃんと回ってくれて冷やしてくれればそれでいいんですけど、たまにファンが動かないままになっていて、それでどんどん本体も熱くなってパフォーマンスが下がってくるっていうのがちょっといけてなかったですね。僕はですね Surface Pro 7を、使ってる時からこのサーマルスロットリングに関しては、研究してたんですけども、その対策としてはこういう風にですねノート PC クーラーを使えばその本体が冷やされてパフォーマンス維持できるよっていうことを他の動画でも紹介してるんですけども、このねサーフェスブック3がねめちゃくちゃ残念だったのが、こっちにタブレット側に CPU が入っているがゆえにですねノート PC クーラーで冷やせないっていうのがちょっとね悲しかったですね。冷やすのは結局こっちGPU 側ですね、こっちのキーボード側には外部 GPU が入っていて、そっちは冷やすことはできるんですけども、まあそれはそんな効果はなくて、やっぱり冷やしたいのはここなんですよね。ここ熱くなるのはここなんで、これを冷やすには結局こういう USB 扇風機とかね使
わなくちゃいけなくって、で僕ね USB 扇風機はね結構うるさくなるから好きじゃないよっていうのは他の動画でも言ってるんですけど、やっぱ冷やすのはねノート PC クーラー良かったんですけど、ここはねどうしても冷やすことができないんですね。なのでパフォーマンスダウンしてしまうと、ここがね良くなかったところです。はい、ここからはですね、Surface Book 3の、よくある疑問のコーナーっていうのをやっていきます。はい、まずはですね、たまにいただく疑問なんですけども、 Surface Book 3で PC ゲームできるのっていう疑問ですね。ドラゴンクエスト X のベンチマークソフトを入れてみましたので、ちょっとこちらの、ベンチマークをね測っていきたいと思います。解像度は 1920×1080 で、グラフィック設定は最高品質でスタートします。はい、このようにねベンチマークを、走らせますと、CPU はね最初今 3GHz とかで、動き始めて、あと GPU もねちゃんと動き始めて、あの Surface Book 3の良さが活かされてると思うんですけども、しばらくしてるとですね、さっきも僕が言ったサーマルスロットリングの現象がね見られると思うので、ちょっとそのあたりもウォッチしていきたいと思います。はい、このようにね、ベンチマークソフトを動かしていると結構 PC としてはあの負荷がかかる状態になってますので、今ねファンの音がだいぶ鳴るようになってきました。このタブレットの両端からですね、サーっていうような音が聞こえ始めてきてます。結構ねずっと回し続けていると液晶側がだいぶ温度熱くなってきまして、このようにですね CPU のクロック周波数も今 1.69 とか、さっきも3ギガあったのに長時間動かし続けてるとね CPU もこういう風に下がってきてしまうんですね。ファンを動かしているんですけど冷やしきれてないっていうのが、出てきていて、こういう風にねパワーがちょっと落ちてきてしまうんですね。 GPU もちゃんと動いてるんですけど、こういう風に CPU も使うようなゲームですと結構遅くなってきてしまいますね。だから長時間ゲームし続けるのがちょっと難しいかなっていう気はしてます。はい、一応スコアとしては7671で、評価がとても快適というような評価になってますね。ちょっと GPU が入っている PC としてはちょっと物足りないかなっていう気がしますね。ちなみにですね、先日買った Surface Laptop 4の方でも同じようにドラゴンクエスト X のちょっとベンチマークを回してみてます。今のところね CPU もガンガン動き続けていて、内蔵 GPU のね僕が持ってるのは AMD Ryzen の CPU なんですけど、内蔵 GPU が結構ね90% とか結構動いてまして、なんかガンガン動いている感じがしますね。はい、ベンチマーク結果終わりまして、評価としてはとても快適で、スコアとしては8296ということで、 Surface Book 3よりね、いいスコアが出てしまいました。まあこっちの方が新しい PC だからという言葉で片付けていいのかどうかがちょっと疑問ですけども、まあね外部 GPU 入ってないけどこっちの方がいいスコアが出たっていうのが実態っていうところですね。はい、続いての疑問としては Surface Book 3で動画編集できるっていう疑問なんですけど、これはね、結構まあできてはいました。前ね僕 Surface Pro 7で動画編集 YouTube ね動画編集やっていたんですけども、それよりはこっちの Surface Book 3の方が快適には編集できていたっていう感じですね。まあ、それはね、メモリが 16GB だからっていうのが、強い気がしますね。なんですけどやっぱりねさっきも言ったように動かし続けると結構熱くなってきて動作がもっさりすることもやっぱりあったので、ちょっとその辺はどうかなっていう気がしましたね。そういう意味では、こっちのね Surface Laptop 4の、16GB メモリのやつでも快適にできていますので、動画編集だったらだけが目的だったら別にラプトップ4の方でもいいんじゃないかなっていう気がします。はい、まとめなんですけども、僕の結論としてはですね、なんかこういう、まあ、取り外しができたりできて、こういうねギミックがね好きな方は、いいと思います。もしくはサーフィス好きの方ですね、そういうことでしたら、サーフィスブック3とってもおすすめではあるんですけども、もしそうでないんだったらですね別の PC でもいいかなっていう気はしてます。例えば本格的に、ゲームをやるんだったら MSI のね、ノート PC でもよかったりしますし、まあ、あとは YouTube 程度のですね動画編集だったら、Surface Laptop 4とかでもいいと思います。はい、本日の内容は、以上になりますね。このチャンネルでは、こんな感じで Surface 中心の情報を扱っております。Surface をすでに持っている方、これから買おうと思っている方、気になっている方はですね、チャンネル登録していただけると Surface に関する役立つ情報をお届けできるかと思います。それでは以上になります。バイバーイ。